ウーア。人間の手によって解放され、人間の手によって育てられた極小の悪魔の名前。西暦2000年、南アフリカのドラケンスベルク山脈にてあるレトロウイルスが目を覚ました。先進国の開発による伐採から地上に解き放たれた病原体は瞬く間に近隣の村の住人に感染。致死率、感染率ともに高い数値を持つこの病原体によって村は数日で壊滅した。恐ろしいな。レトロウイルスってどういうことだ。ちょっと難しくてよくわかんないわ。感染が広がることを恐れた南アフリカ政府は半径数キロの森を焼却する滅菌作業を決行。幸いこの時点でウイルスの耐久率は低く、滅菌は速やかに完了、終了した。しかしその3年後、某国は同森林からウイルスを回収し、これを軍事利用するために研究を開始した。これがもうね、恐ろしいよね。彼らはウイルスに改良を施し、プロトタイプを完成。その産声、兵器としての性能を試す演習場に選ばれたのは、当時戦火にあったある村だった。イラク戦争、戦時中の混乱を利用して行われた散布実験によって、村は誰に知られることなく消え去った。致死率 90% 以上、感染率、耐久率も水準以上の数値を誇る目に見えぬ悪魔は、少女から何もかもを奪い去った。その後、風の噂で悪魔は次の段階に進んだと聞いた。改良型とされるウイルスはウーアと名付けられ、中東の名もない村を消し去ったプロトタイプは凍結されたと。そう、凍結だ。破棄でも焼却でもない。兵器として扱いづらく、性能が劣るにしてもプロトタイプには価値があり、それだけ資金がつぎ込まれている。なら、たとえ相手が誰であろうと、買い手がいるのなら、それに応えるのが商人たちの鉄則であり。なるほどね。言葉はなかった。こんなものを今さらなぜと。そう嘆き、怒り、時期になることもない。ただ冷静に思考する。これを使う者がまだ存命しており、このケースを守る兵士たちはその一部だということを。お嬢さん、分かってる。今はケースをシャムに届ける。機械のように動く。あれほど自由だった少女から人間らしさが失われている。その姿を定かは満足げに眺め、びっくりした。現れた警告文に身を固めた。内容は単純。ケースとの接続は感知できない。何らかのトラブルが発生した模様。60秒以内に解消されない場合、事故と判断し警報を発する。警報は解除したんじゃないのか。文句は後で聞く。今から接続するには間に合わない。シャムに連絡を。連絡は迅速に、これ以上ない正確さで完結した。仕事の内容を変更。戦闘は避けられない。警報音が鳴る前に奇襲をかける。シャム、私は要は敵増援の足止めだ。敵は前後に7人ずつ。カナンたちにできることはこの貨物車両を利用して時間を稼ぐ程度である。しかし OK、 みんな黙らせていいんだよね。少女はその指示をより攻撃的に解釈した。待て。通信を切る。これが村っ気です。少女の目には危険な光が宿っている。この判断は正しいものだと指示を無視して戦場に向かう。一人？呆れたな。腕に自信があるのはいいが、現実的じゃない。シャムほどとは言わないが、近い兵士が7人だぞ。分かっている。でも、そいつらはシャムじゃない。迷いはない。今のカナンに感情はない。あるのは状況を理解し、これを打破するための解決を行おうとする意志だけだ。手に死なれるのも困る。お前は組織にとって貴重なサンプルなんだが、それも枝葉の話か。話が通じる状態じゃないかと定かは肩をすくめた。彼女の目にはカナンは憎悪に駆り立てられた獣にしか見えなかったからだ。ケースをこちらにシャムに届ける。奴との連携は慣れているから、うまく攻撃してさっさと終わらせるぞ。カナンから見て定かの言葉に嘘の色はない。
暗号破りとして呼ばれた彼女だが、この状況では戦わざるを得ないのだ。落とすな。あと、シャムの邪魔をしないよう気をつけ。そちらもね。意地を張らず、怖くなったら逃げ出してこい。戦いの匂いがする。車輪の音も風の色も。今は寒々しいほど真っ青だ。拗ねるように撃ちる。少女にとってはこの先の殺し合いより、あの女の方がよほど気になる色だった。シャディ。車内は混乱していた。銃をちらつかせた兵士による尋問、席を立つなという怒号、怯える乗客。国際列車では通過する国の政府が警察権を持つ。乗客たちを恫喝しているのはヨルダンの兵士だが、彼らが貨車の編成とともにそれ以前の兵士と入れ替わったことをシャムは把握していた。彼らも障害となる14人に含まれる。兵士たちがカナンとサダカの不在に気づくのに、さして時間はかからない。始めるか。仕方ないと愚痴るように息を吐く。おい、この男、敵を立つなと。かくて混乱は極まった。シャムは無言で前方列車へ歩いていく。命が惜しいものならこの男と同じ方向へ行こうとは思うまい。乗客たちは我先にと後部車両へ逃げていく。先ほどのような奇襲は成立しない。彼らもすでに臨戦状態だ。標的を視界に収めたと同時に引き金を引く。1対6。マニュアルに従うのならシャムには一部たりとも勝算はない。敵から当たらない位置から当てる。彼の教えであるそのセオリーを守る限りは。無責任な話だよ。自分の教えを守らない教師ほど立ちの悪いものはない。特注の防弾コートのボタンを閉め、己の体を無痛の壁と言い聞かせて足を進める。扉を開ける。銃弾が退去する。一瞬で敵の持っている銃を見極め、その威力を想像する、予想する。傷を負うが倒れはしない自負があり。店にいるのはまだ2人だけなので、たまにはハメを外してみた。かっこいいね。実にいいテーブルマナーだ。こんな銃弾ってくしゃってなる。内臓は痛み、骨格はきしみを上げているが、射撃精度はかろうじて水準を保っている。内出血はまあまだ忍耐が効く程度だが、こちらは少々荒っぽくいくぞ。一歩踏み出す。無謀以外の何者でもないが、あと数秒も持たず増援が来る状態で停止はできず。言うまでもないが、今なら形の上では1対1だ。計らずもこれで残り3人。この先はより手荒く、より体を犠牲にした打ち合いになるが、シャムに恐れはない。彼は元より死んでいるもの。元より死んでいるものかな。勇気や熱意がない代わりに、恐れや焦りを排した動く屍なのだから。鳴り響く警告と胸の鼓動が一致する。人間らしい思考はない。自分に与えられたオーダーと遂行までの所要時間、7人の敵の配置、1対7という戦局を覆す決定的一撃の有無、その行使タイミング、そういった順序立てた行動原理をカナンは考える必要がない。硬い靴底を叩きつけるように走る。足音はことさら大きく、車両にいる声を引きつける。こんな走ってる電車の上走れないよね、なかなか。どうなんだろう、走れるもんなのか。護衛兵の対応は早い。連結部の扉が開かれる。最も足が速く対応の速かった護衛兵が扉を開けたと同時に、時速80キロで疾走する列車の屋根から大砲のように赤い障壁が現れた。
続いて2連射。ベレッタの軽量なスライドとショートリコイル機能、反動すら計算したトリガーコントロールは瞬時に敵2人の眉間を撃ち抜く。これで3人。通常なら問題なく成功していた攻撃は、しかし獲物は2名にとどまった。攻撃は失敗。敵を一撃で4名に減らす機会は失われた。カナンのミスではなく敵の対応を褒めるべきだろう。こうなっては敗北は時間の問題だ。正面から1対5の火力は覆せない。座席に隠れているという同じ条件ならなおさらだ。格好撃破などできようもできようはずもない。数で勝る敵はいずれ制圧射撃でカナンの頭を押さえ、その隙に突入してくる。逆にこちらから突入を試みても、座席から体を出した時点で敵の弾幕の餌食になる。座席の陰で息を吐くかな。互いを見えざる位置に置いた一瞬の凍結、その感覚で、その狭間でかな。カナンは確かに護衛たちのハンドシグナルを絵として視認した。そこ。護衛たちの移動の振動、呼吸音、火薬の匂い、それで十分。条件は同じではなくなった。五感がたった一つの近くと化す。ここはすでに彼女の庭。床や壁の角度、木製座席の強度と位置、湿度、表面の摩擦、果ては1秒後の振動まで感知できないことはない。五感全てをもって脳内に再現された車内は完全に現実と一致する。すげえな。それは計算によるシミュレートではなく、あるものを当然のように把握する生物として極めて一般的な機能であり、あとは自立する敵兵が自ら情報を提示するのを待つのみだ。おい、どうした。ありえん。あの位置から撃たれたのか。護衛たちの動揺が伝わってくる。当たるはずのない射撃、眉間を撃ち抜かれた仲間、抑制されていた敵の呼吸が大きく乱れていく。予想外の攻撃への困惑はやがて恐怖となり、いずれは敵に単純な力をし、火力に物を言わせた攻撃を選択させる。そうなればカナンの打つ手も限られてくる。その前に先手を打たねばならない。敵は火力の優位を疑わず、事実それを実行されてはカナンには打つ手がない。先ほどの方法でもう一人は倒せるだろうが、同時に残った護衛兵に踏み込まれる。カナンに残された選択は、遮蔽物を放棄した撃ち合い。正面から一息のうちに4人の兵士を倒さねば敗北する。すげえな。一息のうちに4人。パン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 。乾いた笑いは敵のものか。リーダーらしき護衛兵はカナンの眉間に向けて引き金を引き、あまりに現実離れした光景に我を忘れた。銃を拾う。火力の補充ではない。彼女が頭に思い描くやりたいことはちょっとベレッタだけではできないからだ。何をしてる。撃て。一瞬の間を置き護衛兵の一人が叫ぶ。制圧射撃と呼ぶにはあまりに統制のない走者。先ほどの人間技とは思えないカナンの動きを振り払うように4人は銃を乱射する。そう、仮に筋肉の動き、銃口の角度、空気の微妙な動きで銃弾の軌道を予測できたとしても、隙間なく飛来する弾丸を避けることはできない。なのでその嵐が来る前に彼女は外へ飛んでいた。すげえ、かっけえ。軽く息を吐いて五感の統一を解く。必要とされたオーダーは一息のうちに4つの標的を粉砕すること。実に単純明快だ。列車の窓から飛び出し、外から銃弾の雨を浴びせた少女は、ほら見ろ、今更だけどサーカスっていうのはこういうものだ。そう愚痴りながら鮮やかに列車に舞い戻ったのだった。かっこいい。もう一人は定かは。戦闘車両に配置された護衛兵はクリアした。
目的物の奪還が完了し、敵戦力を排除した今、カナンは速やかに撤退しなくてはならない。シャムと通信を取りたいところだが、不用意な電波発信は避けるべきだ。まあ、シャムに救援はいらないだろうけど。心配なのですぐに戻りたいが、それではシャムを失望させる。今戦闘車両にいるのは自分だけで、後部車両に戻ってまたここに来るのは時間のロスだ。機関室に行って列車を止めさせた方がいいのかな。ことが発覚した以上、このままアンマンへはいけない。シャムとカナンは途中下車をして行方をくらませなければならず、そのためには列車を止めるのもなんとかむなし、やむなしというか。匂いが変わった。カツンというトゲトゲしい足音。銃を撃つ際に起きる絹ずれの音が衝撃を伴ってカナンの肌に叩き込まれた。うん？後部車両の戦闘は定かの参加によって決着した。護衛兵たちは定かの強撃で2名を失い、体勢を立て直す間もなくシャムによって粉砕された。相変わらず手荒いな、シャム。もういい歳だろう。体を打たせるようなやり方はよせ。歩み寄る定か。護衛たちの沈黙を確認し、シャムはようやく臨戦状態から警戒態勢へ移行した。今回限りだ。お前が来ることは分かっていたからな。せいぜい目立つ的になって連中の背後を明かしたかった。二人はわずかに気を緩める。何年かぶりに二人きりになったというのも作用していたのかもしれない。しかし、らしくない戦術だ。どうして後ろの車両に下がらなかった。優位な地点を確保しながら徐々に後退すれば、敵の戦力分散も誘えたはずだ。この車両を戦場にする意味はない。意味があるとしたら、乗客たちを背後の車両に逃がし、彼らの安全を確保するぐらいだ。まさかとは思うんだが、ちょっとした正義感かい？雇い主への配慮だ。ことが発覚した以上、我々の素性は知られるだろう。解放戦線に雇われた側として、お前たちへの悪評を立てないよう努力したつもりだな。ウーア、今回の件はウイルス兵器なんてものを持ち出そうとしたイスラエル側に非があると。今ウーアって言ったのかと思った。あくまで我々が鉄槌を下すのは彼女の盗っ人どもだけだと。なるほど、それは少し嬉しいんだが、同時に後味が悪いな。それはどういう。だってお前も私もトロウほど嫌いなものはないだろう。せっかく守ったのに無駄な努力をさせてしまった。うん？うん？さて、二つ断っておくよ、シャム。一つはケースを譲ってもらうこと。一つは一人残らず消えてもらうことだ。目撃者も当事者もまとめて掃除させてもらう。後部車両から銃撃と悲鳴が響いてくる。後部車両に避難した乗客たちを無慈悲に撃っている者がいる。解放戦線側のエージェントはお前たち二人だけだ。私も個人的な部下を何人か連れてきていてね。今後部車両で働いているのはそいつらだよ。悪いな、お前がせっかく体を張って保護したというの。いや、なんとなく定かがなんだっけ、アルベルトじゃなくてなんだっけ、解放戦線を裏切ったのか。裏切るも何もない。解放戦線において私はただのパトロンだ。それこそ定かを施したに過ぎんさ。今じゃ原理主義者に武装闘争のお株も奪われている。いい加減この辺りが縁切り時だ。いや、絶対にセカナンだと思うんだよな。アルファルドか。殺戮は止まらない。皮肉なことに後部車両に逃げ遅れ、戦場となったこの車両にいた数名だけが今も震えて生きている。それも乗客の始末を終えた何者かがこちらに現れるまでの命だが。矛盾している。そのトランクがあれば解放戦線もお前の望み通り物騒になるはずだが。その通り。これがパレスチナ側に渡れば
イスラエル側も黙ってはいない。だが戦力に劣るお前たちは最終的にこいつの封を開けるだろう。そうなっては困る。何しろ米軍にこいつを払い下げさせたのは私だからな。欲しいのはイシャー、それもとびきり物騒なね。しばらくするとこんな噂が流れる。米軍流出の生物兵器が輸送途中にヨルダン国内で襲撃され奪われた。輸送計画はイスラエル強硬派、襲ったのは解放戦線、ウイルスは誰の手に渡った。どれも真実はわからない。だが緊張だけは高まる。欲しいのはそれだけだ。ハルブはよろしくない。こういうおもちゃはきちんと使い方が分かっている人間が管理するものだ。これは政治的な茶番だ。それも特別悪質な。運んだ側も襲った側も現物の行方が分からなければ疑心暗鬼になり、中東の混乱はますます進行する。イスラエル側はこの件を知らないのか。ウーアの試作品の取引は強硬派の独断か。ああ、イスラエル側の総意じゃない。隅に追いやられつつある老人の悪あがきだ。今頃は連中も大慌てだろう。身内が何の相談もせず自分たちの家に致命的な毒を運び込もうとしているんだ。まあその老人にとってはこれもイスラエルのための善意なんだろうがな。お前の口癖通り、信念というのは実に迷惑だよ。初めからこの作戦に成功などなかった。彼らは踊らされていただけ。その人間が一番欲しい情報を欲しい形で与える。あとは私欲にまみれた連中が分かりやすく動いてくれる。それは混迷だけを望むインスティゲーターの先導者の常套手段だ。そして俺たちが死ねば解放戦線も奪還に失敗したと判断するか。お前こそらしくない。そんな必要はないだろう。対立を煽るバカな。今さら第三者が油を注がずともこの地の火は消えん。そうだね。この程度のコントロールは私が手を下すまでもないんだが、今回は他にも理由があった。ウーアの管理とお前の始末だ。お互い因縁だな、シャム。お前には2年前ウーアの実験を阻止できなかった負い目がある。ウーアの輸送が行われるとすれば必ず食いついてくると分かっていた。となればお前を始末できるとしたら、それはもう私ぐらいしかいないだろう。もっともお前がここまでふぬけていたとは思わなかったが。当事者の口封じか。ウーアの存在を隠すのに俺が邪魔になったのか。ああ、だが決めたのは今じゃない。私は初めからお前を始末しようと思っていた。初めから。俺がウーアを知ったのは2年前。お前とは4年前からの付き合いだが。だからさ、お前は私の素性を知っている。生まれとかそんなどうでもいいことじゃない。兵士としての私の癖を知りすぎている。性能の暴露は機密であることを武器とする兵器において大きな欠点となる。彼女がこの先破壊を撒き散らすテロリストであり続けるために、シャムの命は今ここで確実に立っておかねばならなかった。まさかな。極めて個人的な機密保持とは、俺も買いかぶられたものだ。それでカナンは俺のついでか。ああ、あれがウーアの生き残りであることも知っている。お前と同じ問題だよ。致死率 100% だったウイルス兵器の生存者だ。なぜ、どうして生き残ったのか。生存者分析は貴重なデータになる。うん。人材の調査、兵器の不具合の調査に来たと彼女は言った。すなわちウーアの生存者と性能限界に関する情報収集。彼女の本線の仕事は初めからウーアだけに絞られている。ウーアを利用する者として唯一の生存者を直接確認したかったと。本当にそれだけか。それ以外に理由はない。
サンプルとして生きたまま捕らえたかったが、あれはもういい。少しばかり特殊すぎる。扱いやすいサンプルとは言えないし、憎しみに駆られて今頃は無駄死にだ。後部車両の処理完了しました。こちらの処理が済み次第撤退の準備を。少し待て。機関部の同志との合流が遅れている。ヘリに連絡は入れておけ。生存者が減っていく。仮にまだ息がある生存者がいるとしても、手当てをしなければ直息絶える。ヘリだと。ああ、何しろこの列車は直脱線するからな。その後歩いて帰るわけにもいかんだろう。イスラエル側も無能じゃない。撤収は早いだけいい。徹底した後始末。車両への細工は難しかった。おそらくこの先のレールに爆薬が仕掛けられている。列車破壊には至らないが、残った乗客を始末するには十分だ。一刻も早く列車を止めなければ、残された乗客に助かる術はない。ウーアに手を出した者と、それを奪った俺たちと、列車に居合わせた人間は一人残らず死亡する。やりすぎの嫌いはあるが、筋書きとしては合格点だ。だがやり通せるか。まさかあの小娘に期待しているのか。いびつに笑う。それは終始冷めていた定かとは思えない醜悪なあざけりを持った笑いだった。まるで使えない。少しは見込みがあると思ったが、あんなのは論外だ。ウーアへの憎しみで我をなくし、自らの性能を誤った。がっかりだ。お前の手腕も地に落ちたな。それは違う。致命傷を受け、瀕死にあるはずの声は力強く。そういえば機関部に送り込んでいた彼女の部下はなぜこんなにも遅れているのか。何が言いたい、シャム。どうということのない自明の話だ。恐怖を知っている者は憎しみでは動かない。カナンはお前や俺とは違う。空気が凍る。下げられていた女の銃口がシャムの眉間に向けられる。女は裏切られたとは思わなかった。ただこの男は墜落したのだと失望した。断っておくが、私はお前を同胞とは思っていない。それが正しい。なぜならお前は、つかの間わずかに会話があった。男は語り、女は無言で聞き流すだけの昔よく交わしたようなものが。気が変わった。やはりとどめを刺しておこう。なぜ初めから頭を打たなかった。ジンクスだよ。今までお前は何度も被弾したが、不思議とただの一度も頭に当たったことはなかっただろう。斬鉄が上がる。撃鉄かな。女の声にはすでに終わらせた後のような空虚さがあり。不思議でも何でもない。頭を打たれなかったからこうして生きている。俺もお前もただの兵士だからな。うん、知ってるけど、まあ私にとってそういうイメージだったんだ、お前は。ああ、、スネーク。あら